今回のひまわりは花びらたくさんの豪華版です。8つに折った場合と16に折った場合ではこんなに花びらの枚数が変わります。16に折るのは大変なので型紙を作りましょう。型紙は A4 の紙2枚をセロテープで留めます。 A3 の紙がある場合はそれを半分に折ってください。手前にセロテープで貼った部分がくるようにしてお花紙を重ね、お花紙と同じ大きさに切っていきます。短い方を先に切って後から長い方を切ってください。この長い方の切れ端で16折りの物差しを作ります。16等分に折ったら折り目のところに印を入れます。これで16等分の物差しができました。この印を型紙の上下に写していきます。印と印をつないでボールペンで強くなぞりましょう。折り目が入っていますから、この線に従ってジグザグに折っていきます。これで16折り型紙ができました。端が山折りになっている方が上になるようにして使います。花びらは黄色のお花紙を2枚重ねにして角のところに印をつけておきます。これを先ほどの型紙にぴったりと挟み、真ん中からずれないように折っていきます。型紙は繰り返し何度も使えます。これで簡単に16折りの出来上がりです。五色鶴の花子ちゃんを使うと16折りはもっと簡単にできます。16折りにしたお花紙を印が見えるように2つに折ります。印の反対側から切ります。真ん中のところまで少し丸みを持たせて切ります。慣れない場合は線を描いてから切るといいでしょう。ずれないようにしっかり持ってよく切れるハサミで切っていきましょう。ひっくり返して真ん中のこの部分も小さい三角に切り落とします。切り落としたくぼみの部分にワイヤーをかけます。強く引っ張ってワイヤーを交差させてねじりましょう。
お花紙を扱うときは、ハンドクリームを指先につけるとめくりやすくなります。花びらの根元を押さえてお椀のように開いていきます。次は重なっているお花紙を上下に開いていきます。根元までしっかりと開いてください。全部開いたらワイヤーを持って横に引っ張ります。そして上から見てワイヤーのところを押さえて花びらの形をきれいに整えていきます。これで花の準備ができました。中心部分は厚紙を使います。直径約5センチの円に切り取ります。コンパスを使っても5センチぐらいの丸いものを使っても構いません。ここではたくさん作るために3枚重ねで切っていますが、硬くて切りにくい場合は1枚ずつ切ってください。茶色のお花紙を3分の1折ります。これを裂いて細い方は半分に折っておきます。大きい方は優しく丸めて先ほどのボール紙の真ん中に水のりで貼ります。これを裏返して小さい方の紙の上に乗せ、水のりをつけて包みます。角が尖らないように丸くなるように丁寧に包んでください。表から見るとこんな感じです。裏からたっぷりのりをつけて、先ほど用意していた花の中心にギュッと押し付けるようにして貼ります。真ん中にくぼみをつけるとよりひまわりらしくなります。花びらを整えて出来上がり。花びらが多くてとても豪華な花が出来上がりました。茎や葉をつけると花瓶に飾ることもできます。